ミノックスアイイースト専用カート取リりじリり 9.5mm フィルムミノックスフィルムステキー 516mm フィルム使用画面サイズ 1410mm ヒット 17.5mm フィルムミゼットフィルムを使用した後年に言うトイカメラの範疇に属するミノルタ 16-216mm フィルム使用 コダックポケットインスタマチック100。110フィルム使用。超小型写真は、通常よりも小型の写真機、通常よりも小型のフィルムを用いて撮影される写真、とりわけ銀塩写真を指す語である。超小型写真に使用される、写真機を超小型カメラ、あるいは、顕微鏡写真とは異なる。120フィルムなどを使用する、中盤カメラに対し、内科に代表される。 35mm 以下のフィルムを使用する写真機を小型カメラ、ミニチュアカメラと定義し、その中でもとりわけ 35mm 未満のフィルムである 8mm 幅や 16mm 幅といった小型映画用のフィルムを写真に転用したものを超小型と定義している。フィルムのサイズによって規定されており、従ってデジタルカメラは半中外である。 実用品として、超小型化を追求したものから、燃焼者向けなトイカメラの一種として、安価に製造されたものまで多様な製品が存在したが、135フィルムを使用するカメラのような主流にはならなかった。カメラフィルムともサイズが極小であるため、たとえ高度な技術を用いて、精度を高めてもより大型の135フィルム機などに、絶対性能が劣ることや、 フィルム規格によっては継続してのフィルム供給、現像体制に難があったためで、フィルムの製造中止によって実用品としての名脈を断たれたモデルも見られる。135フィルムを使用する、通常の小型カメラよりも小型の写真機については、コンパクトカメラを参照のこと。1936年、ソビート連邦に併合される前のラトビアのシトリガで、ミノックスアイ型が開発され、 小型映画の企画、パテベビーが初めて使用した 9.5mm フィルムを初めて写真用に使用した。翌1937年には日本のミスズ商会が 35mm フィルムのちょうど半分の幅を持つ小型映画の企画、17.5mm フィルムを使用したミゼットフィルムを発表、豆カメラブームを起こす。第二次世界大戦終結後、各社が 16mm フィルムを使用した豆カメラを発売した。利権工学のステキーや西村正抜が開発したミカオートマットとこれに続くコーナン16あるいはミノルタ16、マミヤ16など多くの製品が登場している。さらに小さく画質が悪いがとにかく撮影できることだけを重視したトイカメラレベルで実用性に乏しい豆カメラは 無名の零細メーカーによっても多数作られた。豆カメラは終戦後の混乱期から1950年代初頭にかけ日本に進駐してきた連合軍兵士がノベルティグッズとして購入することが多かった。一方、1959年に135フィルムを用いるハーフサイズカメラであるオリンパスペンが登場すると写りの良さと安価な価格設定に合わせ、 ライカバンに比べて倍の枚数が撮影できる経済性が大衆に支持を受ける。ライカバンのコンパクトカメラが小型化する1970年代後半までの間他社からも製品が登場している。1971年にはコダックがインスタマチックを刷新しさらに小型の110フィルムを使用するポケットインスタマチック企画を発表する。この登場により 多くの 16mm カメラが製造を終えた。110規格自体は10年ほどでブームが収束するが、トイカメラ用として現在も細々とフィルムが出荷されている。さらにコダックは1982年、円形のシートフィルムに放射線状にフレームを並べたディスクフィルム規格を発表する。しかし商業的には失敗し、1998年に フィルムの生産が終了になった。1996年4月には、富士フィルム、コダク、キャノン、ミノルタ、ニコンが共同開発した世界標準規格の新しい写真システムとして、24mm 幅のフィルムを専用カートリッジに詰めたアドバンストフォートシステムが発表になる。ライカバンを置き換える次世代の規格として期待されたが、二0 1年に、 生産終了となった。画面サイズの小さなものから順に上げた一覧である。35mm フィルムを専用パトローネに詰める、鉄砂は定義としては、反中外であるが、彫刻型カメラの代表的なものの一つと考えられている。ありがとうございます。